にちは。一般社団法人体力メンテナンス協会福田舞子です。前回の動画はご覧いただけましたでしょうか。今日は弾みながら腕をしっかり動かすような運動をしていきたいと思います。では前回からのおさらい、基本の姿勢をお伝えしていきます。ボールに座るときは3つのポイントを押さえてください。まず1つ目は足です。足は腰幅よりも少し広めに開きます。そして膝が内側に入らないように、膝は少し外向き、つま先の向きと同じような向きにしていきます。そして膝裏の角度が鋭角にならないように、足をなるべく前の方に出していきましょう。目安としては膝の頭からつま先が少し見えるぐらいが理想的です。ポイント2つ目は骨盤です。骨盤は後ろに倒したり前に倒したりと、猫背や反り腰にならないように床に対してまっすぐ垂直に立てていきます。3つ目のポイントは肩です。肩は耳よりも後ろ、一番下に引き下げます。一度その場で肩をくるっと回してストンと下ろしてみてください。 OK です。これが本来の骨格の位置です。ここをキープしたまま日常生活でも弾むと、肩こりや腰痛といった不調も軽減されます。ぜひ弾んでみてください。はい、じゃあその姿勢のまま弾んでいきます。はい、では今日はここに腕もつけていきます。じゃあまずは握り拳を胸の前で準備をします。肘は肩の高さと同じぐらいの位置にします。ここから右手を上げて左手を上げます。そしたら今度は右から開いて左側を開きます。右からとスタートが終わったら、次は左側からスタートしていきます。左から上げて右も上げて、次に左を開いて右側も開きます。はい、ではこれをリズムに合わせてやっていきたいと思います。いいですか。右からいきます。3、はい、右から上げて右から開きます。左から上げて上げて開きます。もう一度右からです。肘もしっかりと伸ばしていきましょう。二の腕の振り袖しっかりとなくして二の腕すっきりさせていきましょうね。右から開きます。次左から最後です。上げて左から開きます。はい、 OK です。ではゆっくりと弾みを止めていきます。では今日はもう一つ筋力トレーニングも行っていきたいと思います。まずは今座っている状態からお尻を前にスライドさせて、お腹を床と平行に持ってきます。そこから両手を天井に向かって伸ばしましょう。腹筋はこの手を前に倒すのではなくて、天井の方にぐーっと近づけるようにして行っていきたいと思います。では3回いきます。1回目上げて下ろします。2回目上げて下ろして、3回目上げて下ろしていきます。 OK です。はい、このような感じでバランスボールでぜひ室内でも運動を行ってみてください。次回はエナジーキャッチという曲に合わせてダンスを踊っていきたいと思います。